Hi everyone, how you doing? I'm Crystal from Honolulu. 皆さん、こんにちは。ご機嫌いかがですか？クリスタルです。今日はですね、2024年4月9日火曜日、朝ね、3時22分 AM、私たちが待ちに待っていたおひつじ座さんで起こる新月、そしてね、同時にね、金環日食、金環日食というのはこれからね、このクリスタルが読み上げるこの、チャート、この時のね、メッセージが6ヶ月間影響、そしてね、長い場合だと3年続くと言われてます。もうね、それ考えただけでね、すっごいエネルギーが宇宙から私たちにね、本当にね、温泉で言った源泉図かけ流しのようにね、何も意識しなくても本当にね、流れてきてますのでね、これをね、ありがたくね、サポートしてもらって、またね、前に進んでいきましょうね。じゃあね、クリスタル的に読み上げていきます。あ、そうだ、チャートはですね、この、ソリッドのチャートはとにかく、東京、4月9日3時22分 AM で出してますので、皆さんがお持ちのでもいいですし、YouTube のコミュニティに貼り付けております。そしてね、クリスタルが読み上げるこのサビアンとか、メッセージ、こちらはですね、毎朝の毎朝ラジオと同じように自分のね、ノート、記録リコード代わりにインスタグラムにアップしておりますので、まあ字はねちょっと保証できないんですけど、興味がある方はそちらをご参照ください。はい、じゃあね、一個一個ね、説明させていただきますね。まずね、もうね、日食というと皆さんもご存知だと思うんですけど、月と太陽、そして、地球がね、一直線、まあ間に地球が入るんですけど、一直線に並びます。そしてね、それがですね、今回ね、キロンも、キロンちゃん、毎日ね私お伝えしている、私たちがね持っている、トラウマとか、傷、これに関係している癒しの惑星、キロンちゃん、これがね、3つ一緒に、同じ度数で2ハウスで、重なり合います。重なり合ってます。これにもねすごく意味があって、一つ一つ、クリスタル的に読み解いていきたいと思います。まずね、サビアンから読んでいきましょうかね。全部ね、太陽もお羊座さんの太陽、お羊座さんの月、お羊座さんのキロンちゃん、これもね、全部、この3時22分 AM の時点では19度24分となります。なのでね、サビアン20度を読んでいきます。冬に鳥に餌をあげる若い少女っていった感じでね、なんかね、ほんわかするね、もうね、イメージが皆さん頭に浮かぶのではないでしょうか。毎日ね、クリスタル毎朝ラジオでも、太陽のサビアンを読んできてますけど、19度で自分っていう元気を取り戻し、はい、そして、次の20度、っていうのは第2グループ、お羊座さん第2グループのラストの、度数になるんですね。で、これって、冬っていう感じで、皆さんもね、日本の人の方が体験されるから、もちろん、体感湧くと思いますけど、本当に寒いですよね。で、この可愛い可愛いって、この絵柄はないんですけども、可愛い女の子っていうのが皆さん頭に浮かぶと思うんですけど、女の子が、冬にも、特にね、冬ってね、餌がすごく困るじゃないですか。それにね、ちゃんとその子と優しさを持って、ちゃんと、餌をねあげる、まあ毎日といった感じの意味が、内側に込められてるんですけど、これってどんな時でも持続して力を発揮していく、まあこれは彼女は、毎日ちゃんと冬寒い時でも、鳥のことを考えて、まあね、愛を育みながら餌をちゃんと習慣づけて、上げていく。多分冬っていう言い方を簡単に一言で言うのもあれですけど、冬でもね、本当に雪が降る冬、もう風がビュービュー、ね、吹く冬、もうちょっと今外に出たくないなっていう冬にも、本当にね、ピュアな心でね、どんな時でも持続していく力を発揮するっていうね、メッセージが込められています。なのでね、今ね、すごくね、
やはりね、デトックス、いろんなことがね起きてて、要は新しい時代に変わっていく移行期に私たちはこの地球で今ね、降りてきてね体験してますよね。やはりねそれを分かってて体験したくて降りてきたとしても、やはりね、うわ今日はきついなとかね、今きついなってね、自分がいくら魂が計画してきてるんですよと言ってもまあありますよね。でもそれでも、要は、今日のね日食のメッセージ、宇宙からのサポートはそれでもね、どんな時でもね、持続していく力をあなた私たちは持っているからねって、そのサポートのエネルギーはいつも、温泉の源泉かけ流しのようにね、本当にね、流れているんだよっていうね、サポートの強いねエネルギーを送ってくれてます。そして、これは、2ハウスで、起きてるんですよね。2ハウスっていうのを、個人的な、日食の、チャート図で読みますね。元から生まれた時から持っている才能タレントっていう意味が入ってるんですね。はい、なのでですね、ここでさらに、自分のタレント性、本来の才能を発揮していく、まあ、いつもね、クリスタも言ってるし、もうどのね、チャートを読まれる方とかスピリチュアルのね、リーダーの方たちもお伝えしているように、自分軸っていうのが一番分かりやすいんですけど、自分軸を、強化していくことによって、この2ハウスで持っている、本来のあなたの才能が発揮されて、それをもって、次の変わっていくこの時代を移行しながらね、どんどん育んでいって、それでね、皆さんもご存知の方たくさんいらっしゃると思いますけど、クリスタルも愛読書、王の時代っていうのがあるんですね。もう知ってらっしゃる方は知ってらっしゃると思いますけど、遅くても10年後にはかなり自分みんなの意識が変わっているんですね。本当にそうするときに、自分軸を持って自分の才能でみんな生活できるように本当に慣れてるんですね。はい、だからね、その10年後、遅くても10年後王の時代に書かれているその本のね、私たち、生活ができていくためにも、今日はね、すごくね移行の、すごいねビッグシフトが起きる、お羊座新月、そして日食になっていると思いました。はい、もしもね王の時代読まれている方はどうでしょうか。もしかしたら、クリスタルがと同じことを思って、今日のね日食、新月を迎えている人もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてですね、ちょっとねゆっくり説明させてもらいたいのが、興味がある人はお付き合いください。最近ね読み上げている私は大好きな、占星術師の、先生って多分ねご本人の方は言われるのを一番、嫌がると思われるんですけど、ついつい心の中でね、もう先生毎日、先生の塾に通いたいです、自分の、学びたい、勉強をね持ってっていう風に思うぐらい、本当にね、すごくねお会いしたい、先生術の、師の先生がいらっしゃって、先生って言っちゃいけないんだけど OK ソラさんって言うんですけど、その方が、新しいねリリース論を立ててらっしゃいます。もう私にとってはもうそれがドンピシャでして、なのでブラックリリスも、読ませていただきます。ブラックリリスは、天秤座にありまして、これが、7ハウスにあります。7ハウスっていうのはまさに、天秤座さんに関係している、人間関係、対人関係のお部屋にありますよね。でですね、このリリス論 OK ソラさんが、論理を述べている、ブラックリリス論っていうのはですね、要は私たちが、コントロール下にあるって皆さん多分気づかれてきていらっしゃると思いますけど、クリスタルはもう本当にね10年ぐらい前からなんとなく、なんでこんなに地球ってコントロールされてるんだろうなってすごく強く思ってきたんですね。それもあって占星術も習い始めたんですけど、そのねこの、
ブラックリリスが悪いのではなくて、ブラックリリスが私たちに問いかけてきてくれてるんですね。例えば今回で言えば、ブラックリリスは天秤座にあるんですよね。そうすると天秤座のテーマで私たちをコントロール、されていませんかと、ブラックリリスは問いかけてきてくれてます。そしてね、もしもああそうだな自分はと思ったら、そのコントロール下から支配下から、自立していくんです、卒業していくんです。そうするとこのブラックリリスさんは、第二の太陽と言われたり、太陽の補佐に回ってくれるんですね。そして私たち本来でさらにさらに強いパワーで生きていけれるっていうことなんですね。要は言われている風の時代に、移行して、本来の自分で風の時代に生きていけれるってことなんですね。なんでね、今日も、読ませて いただこうと思うんですけど、このブラックリリスのまずサビアン、このね3時22分 AM では、2度13分にあります。なのでね、サビアン3度のメッセージはですね、これがまた素晴らしいんですね。新しい日の夜明け、すべてが変わったという、ワードなんですね。これってどういう意味かというと、大きな変化、運命が自動的に展開していく、次々と新しい可能性が表示されて運命が開かれていくという意味が込められているんですね。ですが、今からクリスタルが、問いますので、よかったらね、自分に問うてみてください。このブラックリリスが、メッセージを私たちに問いかけてくれている、この内容のコントロールから卒業したら、このね、運命が自動的に展開していく、次々に新しい可能性が、表示されて運命が開かれていくっていうベルトに私たちは乗れるということなんですね。はい、もうね、皆さんももう簡単なんでね、お分かりだと思いますけど、要は天秤座さんのテーマというのは、ですね、まずあなたは本当に相手と自分1対1で自分軸を持って綺麗なバランスを取れた、人間関係を保てれてますか？あなたがバランスを取りすぎてませんか？例えばね、あなたがお優しいから相手に合わせすぎて、そしてお家に帰ってきたら熱が出るとかね、疲れたりしてませんか？もしもね、疲れたりね、クリスタルもよく昔やってましたけどね、もしも熱が出て2、3日ちょっと動けないなってなってしまうぐらいだと、それは綺麗なバランスを取れてないってことですよね。要は自分軸ではなくて他人軸になってるってことですよね。とか、例えば、天秤の絵を見てもらったら分かりますけど、綺麗に美しくバランス取れてますよね。そうではなくて、人の間に入って、ましてや人の2人とか3人の間に入って綺麗に保たれて帰ってきて疲れちゃって、自分の大切な家族とバランスを崩してしまい、例えばね、大切な人に八つ当たりしてしまったり、主婦のお母さんの方であれば、ご飯を作るのが本当なら愛情を入れて作りたいのに、疲れたエネルギーとかイライラしたエネルギーのご飯を作ってしまったりとかね、要はきつい言い方だけど、これクリスタル自分がしてましたからね、外でいい顔してね、内弁慶になるって、これって、結局ブラックリリスのコントロール、支配のコントロール下にあるってことなんですね。で、それってコントロール、まあ、要は他人のね、人からコントロールされて自分が、たくさんね、エネルギーを取ってバランスを取ってあげてるってことなんですよね。でも相手が悪いんじゃないんですよね。自分がワンちゃんで言ったら、はい、マウンティングしてくださいって感じでね、お腹を出しちゃってるんですよね。その、このエネルギーが相手をコントロールさせるエネルギーにしてしまっているので、誰が悪いんではない、まあ、自分を責めないでくださいね。こういう学びがあって、ブラックリリスからの問いかけもあって、今日ね、いきなりできなくてもいいんです。自分軸を作っていく、こういうことがありながら、クリスタルで言った熱を出す時がありながら、大切な人に八つ当たりして自分でね、見返ってリビューしながら、そして彗星の逆行中なんで、これにとってもいいんですよね。自分の
成長をするために過去を振り返る。後悔して自分に悪い評価を否定するために過去を振り返るのではなく、このね、新月の日食の水星さんは私たちにヘルプしてくれてます。サポートしてくれてます。あえて逆行です。なぜかというと、進化していくために振り返るのにとってもいいサポートをしてくれるのがこの水星の逆行中なんですね。なのでそれも使って、そしていい具合の自分のアイデンティティを持った自分軸を作っていきましょうとブラックリリスは問いかけてくれてます。そしてね、これをね、克服すれば克服してコントロールからの卒業、そして自分軸を持つことによってで、クリスタルね、もしもインスタグラムの私のノートを見てくれている方がいらっしゃったら、私ね、あえてね、このドラゴンヘッドと、テールを、丸をしているのですけど、はい、これがですね、要は、切り離されてるんですね。これも OK ソラさんが、綺麗に、ね、説明してくれてます。クリスタルね、綺麗に説明できてないんで、ぜひぜひ OK ソラさんの YouTube に飛んでください。このね、ブラックリリスのコントロール下から卒業することによって自分軸で立てれる、自分の才能を発揮できる、そこにはね、ドラゴンヘッドとドラゴンテールを、つなぎ合わせれるってことなんですね。要は自分軸で他人との、他者との、バランスがちゃんと取れて天秤座でね、そして、お牡羊座さんにあるドラゴンヘッドでアイデンティティ I am を確立して本来の才能を発揮できるということになります。はい、そしてですね、アセンダントも読んでいきますね。このね、日食の時はアセンダントは魚座さんにあります。魚座さんっていうのも、集合意識、精神世界、自分と、他者の間に、もちろん、壁をなくすといった感じの意味もあるんですけど、ここにはね、またね、すごくね、メッセージが込められてます。サビアンがね、4度で読んでいくことになります。狭い半島での交通混雑っていう、ワードになってます。これってもう交通混雑っていうところにカオスになっている、その中で、処理能力の発揮が、できてくる、度数なんですね。なんか魚座さんで、実はね、自分が魚座、太陽が魚座なので、なんか魚座さんだと分かりやすいと思うし、皆さんも魚座さんってちょっと、まやかしというか、要は区切りをなくすから、壁をなくしちゃうから、なんかこう処理能力とかがどっちかといえば不得意なような気がしませんか。でもね、このね、自分軸を持つことによってこの度数っていうのは処理能力が出てくるんですね。でも、他者との分かち合いももちろん持って、このね、現実的な、この地球グラウンディングしながら、あの世、宇宙、精神世ともつながりながらも処理能力を持っていくっていうことは、やはりこれからの風の時代への移行にちゃんと処理能力、グラウンディングを持って生きていくっていう、もちろんでも、風の時代、精神の世界も入ってきますのでね、バランス的にね、そこもちゃんとバランスを取っていけれるよっていうメッセージが込められているし、そういうエネルギーが強くね、アセンダント的にも込められて私たちをサポートしてくれているといった感じになります。はい、そんな感じですね。そしてね、まだね、このね、日食、新月、日食は6ヶ月、そして長ければ3年続きますけど、この新月も2週間ですよね。で、プラスこれがまた、過ぎてすぐね、4月の21日にはもうすでにね、強くね、前後1ヶ月、要は4月21日ですので、前後1ヶ月というと、3月の21日から5月の21日、区切るとしたらですよ、もうすでに影響が出ていると思います。だからもう本当いろんなエネルギーが、
混じり合ってますけど、4月の21日、皆さんもご存知だと思いますけど、これは13年から14年に1回、アニュアル的にやってくる、ごめんなさい、アニュアルは、年間になっちゃうのでね、ごめんなさい、13年から14年、本当ね、周期に、やってくる大きなビッグイベント、木星と、そしてね、私たちを新天地に変革をさせてくれる人生の大きな変革、価値観の変革、まあ価値観が変革があって人生が目の前が変革してくるんですけど、これがね、木星と天王星が、重なり合います。コンジャンクションと言いますけどね、これにも関係してきます。まあ全てが一緒に、動いてきているという感じでね、今年大きなビッグイベントと言われてますよね。まあ何はともあれ、今日ね、かなりね、もうね、執着を手放してね、コントロールがかなり、コントロールからの卒業、そしてね、あなたの本来の才能を発揮できていけるスタートラインにね、皆さんね、ある程度大きな、そうですね、魂的にね、自分でちゃんと計画してきたお掃除は終わって、人間関係ね、エネルギー、執着、ブロックが解除されて、このスタートラインに皆さんそれぞれ立っていると思います。もちろんね、生きていく上で毎日毎日、ちゃんとね、お部屋のお掃除、整理整頓するようにお掃除は、ありますけど、大きなお掃除はかなり終わって、このスタートラインに立てていると思います。まずね、このスタートラインに立てている自分をね、大きくね、褒めたたえてね、今日のね、この新月、そしてね、日食を迎えることができていると思います。はい、いかがでしょうか。皆さんね、それぞれね、自分がこうなっていきたいんだとかね、やっていきたいこと、皆さんそれぞれ違いますけど、でもね、変わって、そして魂が進化していくってことではね、すごくね、共通していると思います。そしてね、もう皆さんもご存知だと思いますが、いろいろね、クリスタルはアメリカに住んでいますが、この日食はもうね、日食のこのチャート図を読まなくても、もう前から、アメリカは大きな、すごくね、大きな勉強学びに入っていきます。経済がいろいろ変わってきます。だけどこれは、そのね、コントロールしてきてきた、バランスシートの、カルマを払わなきゃいけないと思って、クリスタルは、嫌なことじゃないと思ってます。まあ、クリスタルは、永住権でとどめてて、シチズンはとってないんですけどね、いろいろ体験が終わった後には将来日本に帰ろうと思っていますので、どちらもね、アメリカにも感謝してますし、でもね、いろんな学びがあって、これからはね、本当にね、日本が、世界の、トップ、リーダーになっていくと言われています。クリスタルもそう、外からいて見ててそう感じます。なのでね、これはね、すごくね、アメリカに住みながらも、素敵なね、日食になるんだろうなと思って、この日食の、チャート図を読んでおりました。皆さんはね、なのでね、ますますね、このコントロールから抜けて、本当の本来の、自分で皆さんね、生きていけますように、そして今生きていけれる、宇宙のサポートのエネルギーが降り注いでいるのですが、ぜひぜひね、皆さんね、一歩一歩前に、それぞれね、前進していきましょうといった、感じです。よろしかったら参考にしてください。最後までご視聴お聞きいただきありがとうございます。 Thank you for listening and thank you for watching everyone。 素敵な、日食、素敵な新月を、そして素敵なスタートを、切ってくださいね。はい、ありがとうございました。またね、バイ。